できましたわ。これは力作ですわよ。もうこんな時間ですのね。でも粘った甲斐がありましたわ。これならメイのキレのあるステップが際立つ。あ、どなたですの？すずにゃん、メイだよ。ちょっとだけいい？ええ、どうぞ。私はちょうど最高の振り付けができたところですわ。メイはどうなんですの？メイも考えたよ。そう、明日の打ち合わせが楽しみですわね。あのね、すずにゃん、やっぱりさ、二人で考えてみない？あ、どういうことですの？すずにゃんがメイのことを考えてくれてるのは嬉しいよ。でも一緒に考えた方がいいと思う。メイももっとすずにゃんのこといっぱい考えたいし。私のアイデアを見もしないで、そんなこと言わないでくださいまし。違うの、そうじゃなくて、メイはね、なんていうか、やはり明日の打ち合わせではっきりさせましょう。今日はもう遅いですし、他の部屋の人たちに迷惑ですから。そうだね、わかった、おやすみ。私の案はこちらですわ。さまざまなアイドルを分析して、高難度かつ見栄えのいい振り付けを考えましたの。なるほど、わかりました。ありがとうございます。それでは次に早坂さんの案を見せていただけますか？これなんだけど、ファンのみんなも真似できるような楽しくて簡単な振り付けがいいかなって。可愛さも入れてみたんだけど。なるほど、お二人の考えはよくわかりました。しっかりと考えていただきありがとうございます。振り付け案はどちらを採用していただけるんですの？そうですね、どちらも素晴らしいですが、今回は早坂さんのアイデアを主体にできればと。そうですか、わかりましたわ。メイ、振り付けのことで話がありますの。今回の振り付けは自分でも何度も練習してきましたわ。それでもずっと違和感が拭えませんの。これが本当に私たちにとってベストな振り付けなんですの？え？でもそれは、あのね、すずにゃん、打ち合わせでメイの案を採用してもらったのは運が良かっただけだと思うんだ。だからあんまり気にしないで。うん、運ですって？そんなもので、どうして私の努力が否定されてしまうんですの？この振り付けではあなたがレイとのユニットで見せたダンスの激しさやキレなど出せませんわ。ひょっとしてあなたは私に合わせてずっと手加減しているのではなくて？だからダンスの難易度もほどほどにして、それに合わせて衣装も可愛らしくして、私を、ナルミやスズを舐めないでくださいまし。どうして、どうして、たくさん考えてたくさん努力している私がこんな思いをしなければいけないんですの？私も頑張っていろいろ考えてるよ。言い過ぎましたわ。人の努力を否定するなんて最低ですわね。ごめんなさい。それじゃ、お疲れ様。お疲れ様ですわ。メイと練習した後にこうして一人で帰るのは
初めてかもしれませんわね。お父さん、ぎっくり腰になった時はびっくりしたけど、今日の様子だと大丈夫そう。元気になっててよかったな。でも寮に戻っても何話したらいいんだろう。どうして、どうして、たくさん考えてたくさん努力している私がこんな思いをしなければいけないんですの。すずちゃんとの話し方わかんなくなりそうだよ。あれ、この曲プレシャス。そういえばマナちゃんとデートした帰りもここを通ったっけ。あ、ねえねえ、マナちゃんって誰かと喧嘩したことあるの？マナちゃんっていつも優しくてニコニコしてるでしょ。誰かに怒ったりするのかなーって。そうだね。うん。はあ。え？マナちゃんとマネージャーが？まあね。はあ。何それ。あったまきた。激おこだね。ふふ。ねえ。うん。そうなのかな。あまりわかんないけどな。そうだね。最高。そんなに褒められると照れるな。完璧でしょ。メイの気持ちを本気でぶつけられる人。